にちは。今日はですね、と、その前に、秘宝があります。はい、オラフ、お腹見てください、これ。かなりちっちゃく溶けちゃいました。だんだんオラフも溶けてきて、あんな一生懸命作ったのにね、サイズはもうね、3分の2ぐらいになっちゃいましたね。あんなのダメなら溶けたっていいよ。みたいなセリフありましたよね。ちょっと悲しくなっちゃうセリフ。だんだん溶けていくでしょう、このオラフも。いつかこのポジションからもういなくなっちゃうのかな。隠れちゃってるんだけどね。はい。でね、今回見てください。こちら。ズズーン。はい。給料もらいました。さあ、給料の中身見てみよう。いくら入ってるのかな。あれ、ちょっとおかしいなって思いましたか。ててててん、かわいい。チョロマツくんかわいいよね。ほっぺた赤くなってます。開けますね。はい、1万円札なんですけども、実はこの1万円食べられるんです。よくね、おもちゃの1万円札とかありますよね。でもあの1万円でもしお腹が空いても食べ物も買えないじゃないですか。だけど、この1万円、なんと食べれちゃうので、お腹を膨らますことができます。膨れるかはわかんないけどね。で、この1万円はね、僕が昨日、ボールを投げてね、テイルズを当てた動画あると思うんですけど、それの3等賞がね、昨日ちゃんと紹介してなかったんですけど、ほら、チョロマツくんのアクリルバッジっていうものをもらいました。イェイ。プリントもね、すごく可愛いんですよ。ほら、見てください。柔らかいスルメなんですけど、綺麗にプリントされてますね。ほら、1万円。ちょっと僕かじっちゃったので0円になっちゃってますが。よく見ると、ほら、透かしの部分にチョロマツくんいますね。薄くね、なんか透けてるような感じです。裏は、こんな感じのね、スルメのお菓子になってます。これね、可愛くて食べるのもったいなかったですけど、食べます。ちゃんと動画にも撮ったから満足です。あとはね、味を味わいたいと思います。1万円の味。うん、美味しい。スルメのお菓子食べるの久しぶりだな。でね、封筒の給料の下にはこう、東京ジョイポリス、松野殿って書いてありますね。美味しい。あ、それにしてもリアルなイラストですね。もう、あ、すごい、一気に裂けちゃった。でもね、みんなのお顔がギリギリ残ってますね。ごちそうさまでした。うー、1万円でお腹いっぱいになんなかった。よく他の YouTuber の方ね、1万円でどれぐらい食べれるかみたいな企画やってますけど、僕はね、1万円をね、5分ぐらいで使い切りました。はい、以上、今回はジョイポリスでもらった給料の紹介でした。皆さん、ジョイポリスに行ったらぜひ給料もらってください。給料よりもね、頑張ってこっち取りたいですよね。大当たり、あのボール以外でもくじ引きとか、なんかいろんな運で大当たりを狙う方法もありますので、皆さんぜひ行ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。